あの本をどこに置きましたか会議は4時に終わります。彼は真面目な学生です。誰もその話を知らない。私が払いましょう。新しい年が始まりました。彼女の髪はとても長い。彼は数学を教えています。 猿も木から落ちる。私は古い車が好きです。彼は医者になりました。妹はひらがなを全部覚えました。犬が病気で死にました。姉は銀行で働いています。午前9時のニュースです。それはとってもいい話だ。 彼はタオルで顔を拭きました。質問のある方はどうぞ。私は絵を見るのが好きです。今年は雨が少ないです。あなたの名前を教えてください。帰国することに決めました。これをください。それを一つください。 今朝ごはんを作っています。彼女はイタリア語ができます。彼女は雑誌を読んでいます。肉と魚とどちらが好きですかこう小さい字は読めない。このカバンは重いです。誰と会ってみたいですかその写真を見せてください。 私はワインが好きです。みんなにお菓子をあげましょう。私たちは来年家を建てます。あなたが来るのを待っています。私は体が丈夫だ。新しい仕事を見つけました。あなたはどう思いますか少し疲れました。膝に痛みを感じます。 カナダの冬はとても寒いです。母と電話で話しました。兄は水泳が得意です。彼の家に荷物を送りました。私の国について少しお話ししましょう。彼はカバンを椅子の上に置きました。姉は大学生です。彼女はラジオを聴いています。 彼はかなり英語が上手です駅からはタクシーに乗ってください私もそう思います今朝は早く家を出ました私は日本語を勉強しています日曜日は図書館に行きます彼の気持ちがわからない気持ちのいい朝です 今朝から頭が痛い彼女はよく旅行に行きますうちに帰ろう約束を忘れないでください3月は仕事が忙しい京都にはお寺が多いグラスの数が足りません弟が車を買った 胸に少し痛みがあります。彼女は秋に結婚します。彼女はいつも元気だ。祖父が病気になった。私の部屋は2階にあります。また会いましょう。私の部屋は狭いです。旅行の日程を変えました。上司が 一杯飲もうと言った。私は車を持っています。今年の春は暖かいね。親の愛はありがたい。この本、あなたにあげます。この服はとても安かった。一から始めましょう。宿題はまだ終わっていません。私が行きましょう。 今は時間がありません。彼女は OL です。もっと近くに来てください。彼は足が長い。ここに本があります。この本は難しいですね。この靴はとても軽い。学校は8時半に始まります。鳥が飛んでいます。 そこに座ってください。一緒に宿題をやろう。私の夫はサラリーマンです。息子は飛行機のおもちゃが好きです。別の本も見せてください。私は毎朝6時に起きます。彼は家を売った。彼に手紙を書きました。 今、会社に戻ります。彼は会社の近くに住んでいる。郵便局で切手を買いました。テストでいい点を取った。まだ学校へ行くには早い時間です。彼はもう帰りました。この言葉の意味がわかりません。この中で、 どれが好きですか彼女からプレゼントをもらいました町で大事件が起こりました工事は3月まで続きます彼の車は新しい私もそう思います彼は毎晩3キロ走っていますテストを始めてください 彼は今、勉強しています。今日は、ヤンキースが勝った。私は、日本語の先生になりたいです。彼は足が短い。彼はステージに立った。今年はイタリアに旅行したい。仕事の後、映画を見た。このパソコンを使ってください。 私の娘はアメリカにいます。彼はカバンに手帳を入れた。ウェイターを呼びましょう。よく考えてください。私には友達がたくさんいます。素敵な色のセーターですね。うちの息子は大学一年生です。彼の日本語のレベルは 私と同じくらいだ。明日の午後、お客様が来る。そこに大きな円を描いて。彼女はいつ来ますか次はいつ会いましょうか彼女は酒に強い。彼の家はとても広い。彼はまだ若いです。 友達が誕生日プレゼントをくれた。電車で子供が騒いでいた。この絵は美しいです。彼は歯が白い。質問の意味はわかりましたか彼は意外に気が小さい。この本はとても面白い。明日、 六時に起こしてください。友達と一緒に宿題をした。本を一冊買いました。昨日タイカレーを食べました。今日は一人の時間を楽しみたい。うちに遊びに来てください。彼女は来月結婚します。皆、一生懸命生きている。 彼は背が低い。私は友達のところに泊まった。すぐ行きます。駅まで歩きましょう。駅の近くで食事をした。駅はここから近いです。これがこの町で一番高いビルです。私は毎日日記をつけています。 漢字は中国から来ました。彼女は耳がよく聞こえません。彼の腕は太い。私は去年フランスへ行った。一緒に帰りましょう。彼は荷物を網棚にあげた。肩が凝りました。 おかげさまで元気です。その次の週は空いてますか友達とお酒を飲んでいます。家から学校までは遠いです。私は電車で通学しています。毎日駅まで自転車で行きます。赤ん坊が笑っています。赤いバラを買いました。 前の車はとても遅い子供たちが公園で遊んでいる右のポケットにハンカチが入っています彼はクラスで一番背が高いキリンの首は長いその子は体が少し弱い私たちは大きな声で歌いました 今日は日日本語の授業があります今日はスーツを着ています図書館で料理の本を借りたこの町には緑がたくさんあります彼は走るのが速い今月はとても忙しいもう寝よ今日は仕事がありません 紙と鉛筆はありますか私は朝シャワーを浴びます昼間は電気を消してください私たちのチームはその試合で負けたドアを開けてくださいそれ全部くださいこのドアは引いてください 彼は郵便局を探していました私は窓側の席に座った彼は私の上司です明日は晴れるといいですね私は二日待った私は夏が大好き口を大きく開けてください夫の服を ハンガーにかけた赤い線を2本引いてください今日は風が強い明日は昼頃から曇るでしょうここの料理はまずい彼は神を信じている昨日母と話をしました 予約はいりません。6日前に日本に帰ってきました。昨日、友達に会った。この靴は1万円です。この問題はかなり。野球は9人で1チームです。 私は風邪をひきました。小さい花が咲いています。お酒は大人になってから。ハワイは4回目です。1000円貸してください。今週は日本語のテストがあります。お手洗いはどこですかそこを左に曲がってください。 髪の毛が伸びたね。メガネが見つかりません。あの家には時計が八つあります。お腹が空きました。先月の七日に孫が生まれました。分かった人は手を挙げてください。教科書を閉じてください。 その子は指で十数えました。月曜日に会いましょう。男の人が私たちに話しかけた。私の質問に答えてください。あの大きい建物は何ですかこれは医者のためのサイトです。財布は机の下にあった。 新しい仕事が始まりました。来月の1日は空いていますか話すのをやめてください。私の机の上に書類がたくさんあります。そばにいてください。私たちはビデオゲームをした。妹は歌が上手です。寒いので中に入ってください。 彼はダメな男だ。彼女は三人の子供の母親だ。彼はこの辺に住んでいます。あなたのお兄さんは何歳他に方法がありません。駅はどこですか新しいテーブルを買いました。 私はタバコが嫌いです。あそこにバス停があります。彼はカバンから教科書を出した。彼女は足が太い。お先にどうぞ。彼女は眠いようです。プールは人でいっぱいです。夏休みももう終わりだ。 その人には2回あった8日からイギリスに行きます今日は頭が痛いですこの部屋は寒いです彼は優しい人です私はひらがなを全部読めますちゃんとドアを閉めてよ私の家は駅の近くです 昨日、あなたのお姉さんに会ったよ金曜日の夜は友達と出かけます僕は学生です答えが違います新学期は来月の4日からですお願いがあります私はパンよりご飯が好きだ お店はもう閉まっていました。彼は私の方を見ました。私の妹は小学生です。曜日を間違えました。さらにケーキを乗せました。今晩のパーティーは何時からですかタバコは体に悪い。火曜日に会議があります。 大丈夫ですかコップを3つ買いました。姉は大学生です。5月5日は祝日です。このいちごは甘い。私の弟は高校生です。カレーライスは700円です。上を向いて。 来年一緒に旅行しましょう。お名前をカタカナで書いてください彼の部屋はとても汚い木曜日は仕事が休みです私は家族を愛しています